はい、皆さんこんにちは。今回はメイドさんの仕事を紹介していきたいと思います。はい、ということで紹介していきます。メイドさんは砂糖をあげないとですね、敵と戦った時に、死んでしまうので、砂糖は絶対に。そして防具についてですが、ヘルメットはですね、メイドさんはかぶれません。この、3つの実しかかぶれませんけれども、防具のマークはびっしりと並んでいます。そしてお次は武器を持つですね、紹介をしていきたいと思います。まずはダイヤの剣の紹介をします。インベントリのですね、右上に武器を入れてください。そうすることによってダイヤの剣ですね、剣を武器ですね、を持ってくれることができ、持ってくれます。はい、次は弓矢の紹介をしたいと思います。まず弓をですね、インベントリの右上に置きまして、矢を、その後に置きます。そうするとちゃんと弓を持ってくれます。砂糖をあげることによって弓を持ってくれます。はい、まず、焼くものをですね、最初に置きまして、次に焼いてほしいものを置きます。そうして砂糖をあげると、勝手にこのように焼いてくれます。ちゃんと焼いてくれてます。そして紹介したいものがあります。家の前にはこんなようなものを作ってみました。そして家の前には畑を作ってみました。砂糖切り畑もあります。やっぱり砂糖はね、いっぱいないとメイドさんを育てることができませんので、こちらのピストンドアの中にはエンチャントテーブルがあります。ちゃんとね、電気みたいな感じになっています。そしてダイヤの剣をエンチャントしました。エンチャントしたいと思います。クリエイティブモードじゃないと経験値がない。領土で試し切りしてみたいと思います。はい、2発で切れてしまいました。はい、魚釣りです。魚釣りはこんなに釣れちゃいました。いっぱい釣れましたよ。